皆さん思いっきり楽しんでいきましょう。せーの、花の種を育てるためにはね、水もお日様も与えすぎちゃダメ、愛情もね、それと同じ量より質、温室の中じゃ良くなれないでしょ。深呼吸して全部受けて、言えないことだけ吐き出してしまう。私はみんなの太陽、誰も咲かせてるタンポポがある。鳥のように種が空を飛んでゆき、見知らぬ街でもまた花を咲かす。自分次第でどうにもなる。夢が希望が私がね。